800m。
今先頭を走っております道下選手、2番手の西島選手、3番手の藤井選手、この3名がですね、T の12というクラスになります。で4番手走っております今野選手、彼女が、唯一、T11 というクラスになります。実はですね、この T の12というクラスはですね、ガイドランナーをつけてもつけなくても良いというクラスで、今回3名の選手は全員ガイドランナーを、同伴して走っておるということですね。さらに、T の12のクラスは、顔に注目していただきたいんですけど、サングラスをかけている人とかけてない人がいます。これはいわゆる目をですね、隠さなくても隠さなくてもいいというルールで、前方のクラスはですね、今今野選手、はい、4番手走ってますけどアイマスクをしてます。前方のクラスはですね、必ずこのアイマスクを着用しなくてはいけないというルールになっています。さらにこのアイマスクの下にですね、実はアイマスクといって発板を貼っております。見えない選手に対してさらに厳密に見えないということを施して、競技がやるというそんなルールになっています。さあ、向かい風に負けていきましょう。6分11秒。さあ、西島さんも頑張りましょう。自己ベスト出ますよ、自己ベスト。ただいまのレース男子 50m いいですけれども、走り終わった選手の中にスパイクを、勝負を間違えて持ってきた選手がいないかどうかということを確認してほしいという話がありました。ナイキのトヨタターボ26.1秒は50です。心当たりの選手いましたら、お言葉でお知らせください。さあ、積極的に行きましょう。まもなく 2000m です。2000m、7分44。さあ、頑張りましょう。2000m、7分44。この 1000m は3分52。先発の道下選手は、この T の12クラスのですね、マラソンの世界記録を持っております。2時間56分14秒ですね。この北海道マラソンを8月走って、12月の豊富マラソンで、その記録更新を狙って、この下見でですね、明日からまた走り込みをするということで、ぜひとも今日はですね、弾みをつける意味でしっかりと 5000m 走ってほしいと思っております。さあ、頑張ろう。さあ、西島さんも風に負けない、頑張れよ。はい、いいですよ。
2400、92秒。さあ、3番手の藤井さんも元気ですよ。さあ、元気出していきましょう。はい、あと6周、あと6周です。さあ、もう2800m。さあ、もう3000ですね、3000。あと5周です。まだまだ記録狙いますよ、狙えるよ。11分40。300m は11分40、この2000m から 3000m は3分56。あと5周。さあ、西島さんも記録狙いますよ、狙えるよ。さあ、藤井さんも3000、藤井さん3000つくか。さあ、あと4周。
横にいるですねガイドランナーは、行動で、指示をしていいというルールになっております。したがって、コーナーの入り口とかですねあるいはラップタイム、前後の状況などを、選手の目の代わりとなってですね、逐次伝えておるということで非常にこのコンビネーションも記録に影響します。スタート3回まもなく 4000m です。あと 1000m です。あと 1000m。 さあ頑張ろう。15分36秒。スタート1000。さあもう一回頑張ろう。スタート2周。さあ西村さん、まもなく 4000m。 あと1000。16分34。さあ藤井さん 4000m。 さあ道下選手あと600。さあ西村選手あと2周、あと2周自己新出るよ自己新。さあ近藤選手 4000m。あと1周、あと1周。まだいける、まだいける、まだいける、まだいける。さあ300。そう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 。あ、いいよいいよ。あと3、あと250。よし、パーあと200。18分42、43。まだいけまだいけ。150。さあ西村さん記録出るよ。19分3、19分4。ラスト1周。
12分20。気持ちをお願いいたします。いや18分台を狙って走ったのでもう途中垂れてしまって目標には達成できなかったんですけれども、まあ、去年よりもリラックスして走れたので良かったと思います。北見の地で再びね走っていただいたんですけれどもどうでしたか今日のレース。そうですね、結構風でやられてしまいましたが、でも本当にあの沿道から聞こえる声援がとても力になりました。皆さんの声がしっかりと届いていたということで背中を押してくれたということなんですね。大きな目標に向かってさらに弾みがつきましたか。そうですね、目標は2020年の東京大会で金メダルを取ることなので、それに向けてまた来年も参加したいと思っています。頑張って金メダルを取ってください。私ども応援しておりますので本当におめでとうございます。道下美里選手でした。競歩審判員に当たられている方々、競歩審判員に当たられている方々は、このあと4時20分、このあと4時20分にお集まりください。